様です、うん、青鬼さんいらっしゃいたいさんいらっしゃいお疲れ様です高高さんいらっしゃいやちゅしさんゴリラさんいらっしゃいちょちょっと待ってねお疲れ様ですもうあの他の話題いらないです僕はもう自分の枠やるんで もう他の枠もうやめてくださいねブロ。ブロックしますんでやめてね。絶対こういうコメント来ると思ってるけど、もうや,やめてね。多枠の話もいらないです。僕はもう僕で配信やりますんで。ブ,ブロックしますよや。やめてね。まだブロックしてないけど。寿司さんいらっしゃい。書いとこっか。ちょっと待って。疲れ様です。ごめんね。ちょっと待ってね。 ゆうかさん、エルさんいらっしゃい。さしみさん、かおるさん、きみちゃんいらっしゃい。フィビーさん、ひろさん、らんまさん、さしみさんいらっしゃい。なるんさん、やちゅちさんいらっしゃい。バガありがとう、お姉さん。いいねもありがとう。ゆきともさんありがとう、くまさん。ちょっとナイスが、リスナーさん。ナイスがやばいので、ちょっとまずナイスをしてください。もうナイス。ナイス、もうちょっとやばいな。 ナイスまさかのもう12位です。12位転落です。ヤオさんいらっしゃい。ナイスありがとうペカチュウさんありがとうポッチありがとうゴリラさん。いや、期間別はちょっと入らせてくださいもうあのねフィビーさんもありがとうユウカちゃんもありがとうナイスいや、もう総合はもう狙ってないありがとう あすいません、匿名さん、すいません、この前ね、参考ありがとうございます、もしかしたらだけど、この前、ファンタスティック花火、俺、お礼言って、僕、お礼言ってないですよね、ちょも申し訳ないです、ま、マジで本当すみません、この,この今、参考投げていただいた方の漢字と、カタカナの方ほ、本当申し訳ないです、この前、多分ファンタスティック、後で履歴見たんですけど、 ファンタスティック多分投げてもらっててお礼できてないんで、ほんとすいませんでした。この前ファンタスティックあり,ありがとうございます。マジで。す,すいません。ドリンクも今日はありがとうございます。あ、見逃したのあった。多分この方だよ。フィッシュありがとうね。女の子ありがとう、フィッシュ。もうブロックしていきますね。申し訳ないです。90号さん、次書いたらブロックするよ。まだこの枠ブロックしてないんで、ブロックできるだけ ブロックできるだけ、あの、させないでください。ちゃんとル,ルール守ってくださいル。ルール守ってね。ブロック俺したくないから、うん。ちょっと待ってね。洗濯物ちょっと取り込もうか。ちょっとごめんね。もうせ、す、すいません。配信しながら洗濯すいません。ちょっとごめんね。もうい、忙しくてね。 で、あと申し訳ないんですけど、またこういうこと言ったら、こういうこと言ったら好感度落ちると思うんだけど、ツイッターの、ツイッターの DM とか、あの、すごいく、もらうんですけど、ツイッターの DM とかすぐもらうんですけど、あの、要件がな、なかったら、ツイッターの DM をちょっとできるだけ送らないでくださいね。ちょっともう本当申し訳ない。なんかずーっとね、 もうずっとしつこくね、DM を送ってくる人がいて、うん、もうちょっと本当、メンタルちょっと減らってくるよ、本当に。で、なんか、あとなんか、本当に、なんかどうでもいいような、ハト、ハト。この配信者がこういうこと言ってたとか、もうそういうのももういらないから、いちいち。うん これなんでいちいち DM で送ってくるんだろうね。もう本当に緊急事態の時だけ送ってきてください。別にね、そのリ,リスナーさん大切だけど、別に友達じゃないんだから、ちょっと言い方悪いけど。うん。すごいね、どうでもいいような内容とかも DM ですごい来るんだよ。うん。で、俺それもいちいちもう返信できないしね。わざわざ。 米の流れ早いので気にしてね。あー、ありがとうございます、クールす、すいません、本当も申し訳ありません。多分ね、スルーしてたんで、ファンタ、マジであり、ありがとうございます。いつもありがとうございます、本当今日、重大発表もありますんでね。ちょっと待ってね。わー、ありがとう。アイテムごごめんね。ありがとう。クマさん、ありがとう。体調は今から発表するね。いつもありがとう、ひらがなの方。クール3個、ありがとう、ハート花火。ありが、ありがとうございます。 いつもありがとう、本当に。コロナの時もありがとう。いや、それもういちいちいいから。多分これじゃない。そういう DM マジいらんね。あり、ありがとうございます、いるか。うん、なんか、それ、なんか、俺ね、そういう DM 送る人ってなんかアンチかなと思うんだよ。アンチかなって思ってしまうんだよ。 だってそうでしょ。俺にそういうことをなんか歯と飛ばしたら、俺がメンタル嫌がるっていうの分かんないのかなってまず思ってくるんだよ。無視して投げてるの、タイミングの流れ邪魔してないか心配。いやーありがとうございます。お気遣い。クールあ,れありがとうございます。すいません。本当いつも投げていただいて。気にせずね、アイテムは気にせず投げ,投げてください。あの、エフェクトが邪魔とかいうバカもいるんですけどね。ね。アイテムがみんな。 アイテムが投げていただいてる人のおかげで、大手配信者の人が、このサイトで配信してる、してるからね。それでアイテム投げる人に文句言うやつって、ほんとバカだと思うよ。その人たちのおかげで、このサイト成り立ってるんだから、ほんとバカだと思うよあ。ありがとう。昨日も花火ありがとうございます。熊の方。す、すいません。もしお気に障ってたらすいません。 だってさ、みんな、あの、パズドラとかもそうじゃん。パズドラとかでもそうなんだけど、パズドラとかでも、無課金で楽しめるじゃん、パズドラ。俺、今、ランク950なんだけど、パズドラ。うん、ランク950なんだけど、あのー、無課金なんだよ。で無課金でも、ランク950って結構高いんだよ。無課金でも、楽しめるんだよ、それだけ。でも、 パズドラがみんな無課金だったらパズドラのサイト潰れるからねパズドラの運営費用ってパズドラのガチャ回してる人のおかげでパズドラって運営できてるんだよもちろん無課金の人も必要だよ無課金の人が口コミとか周りに宣伝してくれるからもちろん無課金の人も必要,必要なんだけどだその課金してくれる人を叩くのって本当にバカだと思うよ。 なんでこんなアホ,アホなんだろうってちょっと,ょっと考えたらわかるじゃん。なんでこんなにバカなんだろうね。どいつもこいつも。もうしつこいわ、もうコメント。病院どうだってありがとう、心配してくれて。ちょっと病院の前にさっきこれから言おうかな。あのまゆちゃんの件なんですけど、病院にすぐ話しますね。いつもあり,がありがとうございます。まゆちゃんの件なんですけど。 待ってね、ちょっと待ってね、ツイッターの DM、あちんあなありがとうございます。あれっす。ちょ、ちょっと待ってくださいね。すいません、配信中なんです。あの、まゆちゃんの件なんですけど、まゆちゃん、彼氏できましたんで、もうやめてあげてくださいね。これ。まあ、ね、ちなみにリスナーさん、たぶん、パルパルのニュースでも取,取り扱ったんじゃないかな。 パルパルのニュースでも取り扱ったかもしれないんですけど、まゆちゃんが肺炎になりましたからっていうのからみんな心配してたと思うんだけど、体調ね、回復肺炎治ったみたいなんで、もう僕のこと叩かないでね、お前のせいでま、まゆが肺炎になったとか、もう治ったんでね、で僕もこれ以上もコロナで、まあ僕が悪いんですけど、僕がコロナでお騒がせして、 まあ、とりあえず死者が、死者は出ませんでした。それだけが不幸中の幸いなんで、僕が悪いですよ。僕が、基本的には僕が悪いんですけど、僕のことをこれ以上コロナばらまき男とか言うのはやめてくださいね。一応死者は出ませんでしたので。で、ね、まゆちゃんのこの下の部分ね、読んでください。彼氏ができたみたいです。おめでとう、まゆちゃん。 おめでとうみんな、おめでとうって言ってあげて。ね、まゆちゃん、おめでとう。で、ここがちょっとポイント、ちょっと難しいんだけど、俺と、リスナーさん、俺とエッチしてた、俺とまゆちゃん、エッチしたんだけど、俺とまゆちゃん、エッチした時も、これ、お付き合いしてる彼氏いたのかなこの辺が、ちょっとうまくちゃんと説明しないと、まゆちゃん。 かね、かねてよ、この分だったらかねてよりお付き合いしてる彼氏がいましたみたいな感じじゃん。だから、俺と、平行線で俺とも、そのデートしたりして、それと平行線、時間軸で、平、平行軸で、その人ともデートしてたのかなわかんないけど。まあ、それでもまあ、俺はもう関係ないからね。ゆちゃん幸せになってね。 ね、真由ちゃんも、田中さんありが、いらっしゃい。真由ちゃん、幸せになってね、真由ちゃんも多分もう30って30って言ってたのかな、俺と会ったときは29って言ってたけど、30歳にもなったのかな、誕生日で。真由ちゃんもあのもう、あのー、結婚適齢期だからね、これ、もうちゃんと結婚して、本当に結婚願望あるんだったら、ね、結婚して、まあ、配信もね、配信もやったらいいと思うけど。 幸せになってね。舞ちゃん。ありがとう、本当に。こんな俺な、俺なんか好きって言ってくれてありがとう。さ,さよなら、舞ちゃん。で、リスナーさん。これはもう、だから、ゆちゃんとはもう会いません。だから、これはもう、マガサスさんから、マガサスさんからこのカードもらったんだけど、これ、ゆちゃんに渡してくれってことだったんだけど、これはもう、僕、僕、いただきますんで、マガサスさん。すいません。もう、ゆちゃんとは、 ね。こ、今後は一切会わないんで。これはもうもらいます、僕が。フォーエバー。いや、俺は、あの、今、まあ、フリーなんだけど、うん。いや、それはあかんで。じゃあ、これどうしたらいいのじゃあ、これどうやってまゆちゃんに渡すんだよ。俺もまゆちゃんと会いたくないよ。発揮すつって、うん。これじゃあ、田中さん、大阪まで取りに来てよ。 田中さん、大阪まで取りに来てこう配達してください。大変かもしれないですけど。いや、知らないもん、まゆちゃんの住所。うん、じゃあまゆちゃんに任せるよ。ま、う、ゆ、ん、ちゃん、これじゃあどうしても欲しかったら住、住所教えてくれたら送るから。で、リスナーさん、中村くんって、この話も終わりでいいですかねリスナーさん、中村くんのさ、俺仕事から帰ってきて、中村くんの枠見たんだけど、 同じサムネのやつ作った。ありがとうございます。田中さんってそういう能力、そういうなんか技術も持ってるんですかサムネとか作れる。ちょっ送ってくださいね。で、中村くんは大阪いるのこれ、中村くんの広角レンズなんだけど、リスナーさん。中村くんの広角レンズ、どうしたらいいこれ。で、俺ね、俺ね、中村くん嫌いなんだよ。 あいつさ、競馬で負けたの俺のせいにして、競馬で俺,に俺の予想に乗って2万かけたんだよ。そこまではいいんだよ。で、俺にね火、火薬さんのせいで負けたじゃないですかって言われたんだけど、そこまではいいんだよ。金返せまで言ってくるんだよ、あいつ。金2万円返せよよまで言ってきて、あいつも嫌いなんだよ。それは言い過ぎだろ、マジで。お前がさ、決めてか買ったんだろ、2万円。 しかも、その2万円負けた分取り返そうと思って、東京の最終レース、目黒記念、パラダイスリーグっていう馬、まあ、誠治さんの予想乗ったのに、それもなんか俺の、ま、俺、俺の、それも負けたの俺のせいにして、4万負けたの、四万円負けたの火薬さんのせいとか言って、言ってくるからね。お前二度とギャンブルやんなよ。ただ、これね、もう捨ててやろうと思ったんだよ。ねえ、ひどいよね、ギデオンさん。競馬何しに来たんだよって話。覚悟もないのに、 競馬配信来んなよ。で、これ、これ捨ててやろうかなって思ってて、でもね、リスナーさん、これね、これね、実は中村くんが、その時の配信で、俺が高額レンズ持ってなかったから貸してくれたやつなんだよ。火薬さん、これ貸してあげるそれはさすがに返さなきゃいけないから、もうこれ値段じゃないんだよ。これ2000円とかで買えるもんなんだけど、それ以上に、あの、義理があるから、 大阪に来てたら返しに行くわ、今から。な、中村くん、今どこいるの大阪大阪いるんだったら、俺、ギリがたいから、これ返しに行くよ、今から。どこいるのもう、連投ブロックね。166号さん、次やったらブロックするからね。166号さん、ブロックするよ。やめてよ。もう、ブロックできるだけしたくないんだよ。ブロックしても意味ないからね。リスナーさん、あ、エームさん、久しぶりっす。 お疲れ様です、仕事今日行ってきました俺ね、気づいたんだよ。マリちゃんありがとう、さかな。俺気づいたんだよ。リスナーさん。ブロックって意味ないんだよ。ブロックしても一時的に、一時的に、俺なんで最近ブロックしてないか分かる俺最近全くノーブロックなんだよ。あの、俺の配信いつも見てくれてる人だったら分かると思うんだけど、俺最近ほとんどブロックしてないんだよ。これなんでかって言うと、 ブロックしても意味ないんだよ。本当に。ブロックしても、アカウント別のアカウントに切り替えたり、ログアウトしたら配信見れるからね。そもそも。で、タヌキをブロックするってもっと意味がなくて、タヌキをブロックしても、その枠だけブロックされてるだけで、次は、次の枠取ったら来れるんだよ。ブロックって意味ないんだよ。で、ブロックすればするほどどういうことになるかわかる。 リスナーさんブロックすれ,ばす,るすればするほどどういうことになるか分かるあ m さん、ありがとうい、いつもありがとうございます、お気遣いなく、芸妃さん、イルカシありがとうご、ごめんね、ちょっとアイテムいっぱいもらって、すいません、お礼があれになっちゃって、イルカシありがとね、芸妃さん。で、リスナーさん、ブロックすればするほどどうなるか分かる、そう、アンチが増える、そう、11号さん、正解、アンチが増えるだけなんだよ。 じゃあどうしたらいいのって、俺なりの結論ね。俺がなんで、俺がなんで、ここ最近ブロックしてないかというと結論を出したんだよ。ブロックするんだったら、まずそのあ、その、ブロックされた、ブロック、あの、ブロックされるようなコメントしてる人に対して、ブロブロックするよって警告を出すのが大事。そしたら、やめてくれる場合が多いから、まず。だってさっきの166号さんも連投もやめてくれたでしょ。 そしたら、アンチ増えないんだよ。わかるで、警告して、警告してもやってブロックされたら、納得のブロックになるんだよ。ブロックされた人間も納得のブロックになるの。理不尽にブロックされるのと、納得されてブロックされるんだったら、アンチに変わる度合いが全然違うじゃん。だから俺はもうこれからは警告してから、 だから俺はもうこれから警告してからブロックしようかなとは思ってる。いや、LINE できないよ。だからどこいるのって。中村くんどこいるの何台本を組むの今から。LINE。どこいるの俺返し、俺行くよ。俺ね、中村くんとも会いたくないんだけど、広角レンズを貸し,貸してくれた義理があるからね。ちゃんとそれは返しに行くよ。どこいるの 大阪あ、震災橋ありがとう。ごめんね、コメント多すぎて。じゃあ、返しに行こうか、一応。震災橋か。返しに行くわ。義理があるからね。震災橋だるいな。明日仕事じゃなかったらね。明日仕事じゃなかったら全然いいんだけど。中村君で何日まで大阪いるの まだ次の品種は、中村くん何日まで大阪いるのああ、そう、病院の結果、そうか、ちょっと待って、中村くんな、LINE するいや、位置情報送られてきたんだけど、<laughs> 位置情報、中村くんから位置情報送られてきたんだけど、<laughs> 返しに来いよっていう感じかな。もう行くか、心斎橋。 もう俺しんどいよ、もう <laughs>。震災橋行くか。うんまあ行こっか、もう。俺も今日本当にゆっくりする予定だったのにね。で、リスナーさん、広角レンズね。中村くんと俺のやつ一緒の広角レンズなんだけど、これどっちが中村くんのかわかんないんだけど。こっちが中村くんだろうね、きっと。 っっちそからっかじゃあ行こマヌケさんありがとう。偉そうで嫌い。分かんない。俺も配信外あったことないけど、配信外もあんな感じだったらやばいと思う。配信と LINE はだから震災橋いるんでしょ ?LINE なんか見,見ないよ。震災橋いるんでしょ震災橋まで行くよ。位置情報なんか見なくても。なぜ俺。 じゃあ中村くんちょっと大正区まで歩いてきてよ。俺もうしんどいから、は、大象区お互い、こう、なんていうのむ向かい合っていこうよ。う誰言わ、マジで震災場所まで行くの。まあ、行こうか。場所変わるた。大正区方面歩いてきてよおた。お互い落ち度あったんだから。中村くんだって忘れてたんだから。ま、あとりあえず行こう。 ナイスをしてくださいねとりあえず行こうか唇泡すいません不快な思いさせてしまってあのここにね泡たまってくるんだよ最近なんかここの口元が緩くなってるのか分かんないけど昔はそんなことなかったんだけどこ,この辺になんか泡たまってくるんだよ最近カニみたいにで昔クラスに1人はそういう子いなかったクラスに1人はなんか口の端に 泡出しながら話す人いなかった。で、俺ね、うわ、こいつキモ、気モ気持ち悪いなって思っ,思ってたんだけど、自分がそうなっちゃったっていうね。なんでこれ、年取ったら、ここをな、緩く,くなるんだろうね。まあ、行くわ、とりあえず。さんまさん、これ、カレー現象なんだ。わー、ナイス呼びかけ花火。ありがとうありがとう,がとうコメントもしてくれてありがとうね。花火、ありがとうございます。 じゃあ行こっそうだ寒いからこれ着ていこうき昨日の教訓昨日めっちゃ寒かったからねうわーありがとう今日すいませんもうアイテムほんといつもあ,ありがとう応援してるありがとう英語の方いるかありがとうございます昨日の教訓生かしてねそう風がきついんだよ風もつ 冷たい風だからね、昨日、ほんと風邪ひきそうだった。うん、じゃあ、きます。あウミガメもありが